にゃんにゃん、どうもこんにちは、シュンTV シュンのシュン猫こうです。今回もフリーゲーム王様のお願いやっていきたいと思います。パート7ってことで、前回はエンディング1を見たんですけど、今回はエンディング2を見ようっていう、そんな感じのパートになります。はい。で、前回ですね、ホッケちゃんを王様の元へね、行く前にですね、こちらの本を読んだんですけど、その本の時にですね、ホッケちゃんがなんか、星の外へ行きたいホッケ的なことを言ってたので、もしかしたらということで、ちょっとネシュンじゃない、ホッケちゃんを外に出せるの？で、出してどうなんだろうな、怖いんだけど、まぁちょっとね、星の外に、ね、出させてみようかなと思います。怖いな、なんかちょっとバッドエンドとかならないでね、怖いから。なんだ？ツンツン。ホケちゃんはモリモリしている。どうしたの？ホケちゃん。あれ？なんか熱心の声こんなんだかな。ホケ、ね、ホケちゃん。ホケ、熱心欲しいにお願いがあるホケ。ホケ、お城ね。ホケ、やっぱり、なんでもないホケ。危ないの？ねしゅん。もしかして、ホケちゃんは、お城の外へ行きたいのかな？待って。外に出すとかじゃなくて、ねしゅん星の家に一緒に帰るんだ。そう。ホケちゃん、ネシュン星のお家に一緒に来るかい？待って、そこはネシュン、まあいいや。自分のお家にとか行った方がいいんじゃないのか？大丈夫？ホケ？行ってもいいホケ？うん、いいよ。ホケ？ホケちゃん、一緒にネシュン星のお家へ行くホケ。大丈夫か？なんか王様悲しまない？オープニングで出てきたお家ね。てか、エンディングで出てきたね。ここが、ネシェン星のお家だよ。ホケー！緑がいっぱいで素敵なお家ホケー。そうだ、今度はネシェン星がご飯を作るよ。今ある材料ですぐに作れるのは、何作るの？キャーキャーキャーなんだ。キャーかな。ホケー！ネシェン星の作ったキャーハン食べるホケー。よし、お家に入ってパパッと作っちゃおう。ホケー、ホケー、手伝うホケー。入るんやね。その後、ネシェン星は王様に許可をもらい、仲良く二人、待ちで許可取ったんだ。仲良く二匹で暮らしました。数ヶ月後。怖いわ。何やろ。おー、なんか、上で出てる。すごい人気のレストランだって聞いてたけど、開店前なのにすごい行列だね。確かおすすめは、ホットケーキ&アイスクリームがとっても美味しいみたいです。知ってるよ。この猫ちゃんは知ってるよ。ネシュン名前つけたけど。お腹が空いてきたな。どんな味なんだろう、楽しみ。おう、なんだ？ホケちゃん、今日もたくさんお客さんが来てくれたよ。ホケー、すごいね、嬉しいホケー。今日もホケちゃんの得意料理をお客さんに食べてもらおうね。なんかホットケーキ屋さんなったかな。休憩の時はネシュンの分も、じゃあネシュン星の分もホットケーキ&アイスクリーム作ってほしいな。ホケー、任せてホケー。おー、エンディング2。ネシュン星とホケちゃんのレストラン。よかった。なんか悲しい演技にならなくてよかったよ。よかった。でも、どちらもね、なんか、ハッピーエンドですね。ということでですね、まあ今日前回のパートでエンディング1、で、今回のパートでエンディング2を見た感じですね。はい。ってな感じになります。でですね、なんか、おまけ部屋もですね、なんか実況をしてもいいですよっていう感じのことだったので、ちょっとおまけ部屋って何だろうってことで、ちょっと見てみようかなと思います。はい。ってことで、映画、
エンディングと違いますね。Thank you for playing でありがとうございました。あ、なに？エンディング2をクリア？お、お待ち部屋のパスワード。え、ちょっとパスワード見せて、パスワードちょっと怖いので、ちょっとパスワードだけ、ちょっと自分確認しますね。はい、メモをしたので、もらいました、タイトル画面に。じゃちょっとね、おまけ部屋だけ見ましょう。あ、そうか、パスワードか。じゃあちょっとパスワード入力します。はい、入れました。エニグにするクリア、おめでとう、ありがとうございます。はい。王様があなたをパーティーに呼びたいぞ。そうなんですか？こちらにお名前のご記入をお願いします。どうしよう。ネシン星にしようか。いや、やっぱりね、ネシン星にね、しましょう。ってことで、はい、やっぱりネシン星。お名前はネシン星、様でよろしいです。まあ、まあ、別に、ネシン子様でもよかったんだけど。ネシン星、よく来たの。ここは、おまけ部屋のパーティー部屋じゃ、ゆっくり楽しんでいくんだじゃ。噛んだ。噛んだ。あ、コブリンさん。今日はパーティーであります。ネシン星殿もたくさん食べてあります。ありがとうございます。ドラゴンさん。お、パーティーに来てたのか。なあ、ネシン星。エンディング1とエンディング2のエンドロールのやつが違うのは自分の気がつきましたよ。あ、あ、ここで見れるんですね。でも、見たので大丈夫です。あ、ネズミさん。なんか、よくわかんねえけど、このパーティーに呼ばれたんだ。お城のお料理を腹いっぱいに食べてやるさ。あ、でも、やっぱり、お城のリンゴはうまいな。うん、食べると止まらない。もう一個リンゴ食べようと。もう一個リンゴ食べない。あ、ニワタリさんだね。このおまけ部屋のある、おまけ部屋のパーティー部屋の中では、本編で使ったアイテムをすべて見ることができますよ。メニューを開いて、持ち物を選んでくださいね。さあ、コウモリさん。お城の中へ活躍していた彼らのパーティーに参加してるんですよ。カーテンオープン？え？カーテンオープン？うわぁ、なに？あ、ドア。ドアね。ドア。ドアってことだね。ホケちゃん。ホケちゃん、お願いしようかな。いや、大丈夫、このままでいいよ。あ、てか、2種類のバージョンあったんだね。外国メイトさん。このパーティーのために私とホケちゃんが料理を頑張って作ったのよ。ホケちゃんが作ったホットケーキもあるわよ。お代わりもたくさんあるから、遠慮せずに食べてね。やったー。ハリオジン。お、エンディング1とエンディング、大丈夫。見たから大丈夫だよ。ない。で、あ、セーブできる？ドアから小さな声がした。どれも美味しそうね。あなたはどの料理が好き？じゃあ王様、最後の王様にしようか。ネシン星、パーティーを楽しんでおるか。わしがキャラクター紹介をしようと思うから聞いてくれるかの。聞こう。では、全員整列。お、並ぶ？おー。このパーティー、キャラクター紹介部屋では、わしの独断と偏見によるキャラクター説明じゃ。聞いたいキャラに話しかけてもらえば、わしが説明するぞ。鏡を調べてもらうが、主人公のことを説明するぞ。わしのキャラクター紹介部屋を出てパーティーへ戻るには後ろにある金ピカなドアから戻ることができるぞ。ってことで、まぁ、あんまりやるとちょっと長くなっちゃうそうな気がするので、まぁ、ちょっとネシン星の説明だけ見る？ネシン星は背伸びをして鏡を見た。鏡に自分の姿が映っている。主人公、ネシン星。山奥の声を肥やす猫で、わしとは文通や一緒に遊んだりする大事な友達や。主人公の生物については、プレイヤーの分身じゃから、プレイヤーの好きなように決めていなさいぞ。めちゃめちゃ感だよ。背中に乗っている葉っぱは、山奥の危機から落ちてきた葉っぱじゃ。鳴らす角のいい猫じゃ。エンディング1、王様の願いはずっと続くでは、わしの我が目に付き合ってもらい。ネシン星も、お城に暮らしながら、わしのベトチのお世話やね。うん、お世話することになったんだよな。エンディング2、ネシン星とホケちゃんのレストランは、料理の得意なホケちゃんとネシン星の家をきれいにして、山奥にある人気のレストランやりながら、2匹で楽しんで仲良く暮らしておったな。プレイヤーのネシン星は、どちらのエンディングが好きだったからの。そうだなぁ。やっぱり2かなぁ。なんか2の方がね、なんか、うまいわりとしてなぁ。まあ、どっちもね、良かったんですけどね。はい。ということでですね、
ちょっとまあ、ちょっとこんな感じなんですけど、今回の、パート7で、王様のお願いは、まあ、全部終了ということで、今回のパートで最終回ということにさせていただこうかなと思います。ということで、次回のフリーゲームをお楽しみにということで、もしこの動画、それでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップかクリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。